案内ナビコエンターテイメントのふたみです。南です。いつもソードアートオンラインアシエーション、リコリスを遊んでいただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。今回は皆様にご報告がありまして、このようなプロデューサーレターという形で、お知らせをさせてください。大型 DLC の、ミオソティスを、告知させていただきましたから、皆様にお届けするまでの時間が空いてしまいまして、長く、お待たせしてしまいまして、大変申し訳ございません。現在、開発はですね、最終段階に来ておりまして、最終の、チェックを行っております。配信まで、もう少しのところまで来ておりますが、皆様へ、安心して、プレイできる環境を整えるべく最後の、デバッグチェック、プレイチェックを、注力しております。まずは、DLC の、配信が遅れていること、また皆様へお伝えが、遅れてしまったこと、ご心配をおかけしました。改めて、申し訳ございません。後半の、DLC と無料アップデート、の、内容に関して、ですが、こちらの方は、どちらも制作する内容は決まっておりまして、鋭意、両方とも開発をしております。今後の、スケジュールの、スケジュールと運用に関して、ですが、まずは後編の、イニシエの使徒シリーズから、についてです。今まで、シノン編、ティーゼ編、セリカ編、シリカ編といった、ようにキャラクター一人一人に焦点を当てたエピソードを、1回ずつ合計4回、配信をさせていただいたんですけれども、その際、一個一個、配信をするためにですね、前のアップデートも含めたフルチェックを行っていたため、皆様にお届けする時間がですね、どんどんちょっとずれてしまったっていうのが、実情でした。そのため、開発体制、運用体制っていうのを見直しまして、イニシエの後半のイニシエの使徒シリーズに関しては、4つ、まとめて1つのアップデートで配信をさせていただこうと、思っております。ボリュームに関してはですね、今までのシリーズと同様のボリュームは、担保しておりますので、4つ分入った、ボリュームをお届けできるように、現在、開発と、チェック体制というのが、ちゃんと構築をさせていただきまして、1回で、まとめて配信をする予定で、進行をしております。後半のイニシエの使徒シリーズに関しては、南の方から内容の補足をさせていただければなと思っております。はい。そのイニシエの使徒後半4つですが、そのうちのうち2つがですね、アスナ編と、ロニエ編になります。こちらの方も、開発の方は進行しておりまして、DLC 全編が配信された後にイニシエの使徒後半4つ分を、まとめて1回で配信させていただきますと。配信までもうしばらくお付き合いいただきますと幸いでございます。DLC 後編につきましては、こちらも同じく着手の方はしておりまして、で配信時期につきましては、今来年の春頃を予定をしております。開発一同、スタッフ一同含めて頑張っておりまして、具体的な日程につきましても、こちらまた公式からアナウンスさせていただきますので、こちらもうしばらくお待ちいただけますと幸いです。また、TGS につきましては、DLC 全編ミオソティスですね。こちらの最新情報を、映像でお持ちをして、皆さんにお届けする予定でございますので、こちらは楽しみに待っていただけますと、幸いでございます。はい。皆様に、より良い、製品をお届けできるように、配信に向けて、スタッフ一同、開発一同、ミネムプロデューサーも含めて、一生懸命、対応させていただきますので、引き続きソードアートオンラインアシエーションリコリスをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。